日本共産党の塩川哲也です日本共産党を代表し、新型インフルエンザ特措法改正案に反対の討論を行います。本改正案は、新型コロナウイルスを2年間、インフル特措法の対象に追加をするものです。そもそも特措法の最大の問題点は、外出の自粛要請や学校、社会福祉施設、工業場等に対し、使用等の制限停止の要請、さらには指示、土地所有者の同意なしに臨時医療施設開設のための土地使用も、 可能とした試験制限が行えるるようになることですこれらは憲法に保障された移動の自由や集会の自由、表現の自由といった基本的人権を制約するものであり、経済活動にも大きな影響をもたらすものです。当該都道府県知事がこれらの試験制限の要請指示を行う出発となるのが、政府対策本部の本部長である内閣総理大臣が行う緊急事態宣言です。緊急事態宣言を発動する要件は不明確です。政府は重篤である症例の発生頻度が相当程度高い。 全国的かつ急速な蔓延を挙げていますが、重篤蔓延をいかなる基準で誰が判断するのか曖昧です。政府行動計画の作成や基本的対処方針を定める際には、あらかじめ専門家の意見を聞かなければならないとしながら、試験制限を伴う緊急事態宣言の決定には、専門家の意見,意見聴取を義務づけていないことは重大です。外出ののの自粛はどこの地域ででいつまでなのか。 各施設の使用制限はどのような施設が対象でいつまでなのかといった歯止めはなく、必要以上の試験の制限が行われる懸念が拭えません。特措法にはこれらの制限がもたらす人権侵害に対する救済措置はなく、経済的措置に対する保障もありません。緊急事態宣言の下では、指定公共機関の NHK も、政府対策本部長の総理から必要な指示を受けることとなっており、NHK の自主性、独立性を確保できず、国民の知る権利を脅かしかねません。 さらに特措法は、緊急事態宣言の前であっても、都道府県対策本部長である知事に、講師の団体個人に対し、必要な協力の要請を可能とする権限が与えています。この要請は、うがい手洗いの省令にとどまらず、外出の抑制や大規模イベントの開催検討などが含まれることを否定しておらず、歯止めがかかっていません。特措法は、市民の自由と人権の幅広い制限をもたらし、その歯止めが極めて曖昧なものな問題があります。 そのような法案をわずか三時間で採決を行うなど断じて許されません安倍総理が突如打ち出した全国の学校の一斉休校の決定は専門家の意見も聞かず総理の独断で決定したことに国民は強い不,満を不安を抱いています法案によって安倍政権に緊急事態宣言の発動を可能とすることは断じて認められません以上反対の討論を終わります